え皆さん、こんにちは。えー、レクセニコ講師の坪倉と言います。えー、今日はですね、えー、公務員試験ガイダンスということで、えー、今からだいたい1時間ほどですね、えー、お話をさせていただこうというふうに思っていますで。皆さん、今現在ですね、いろいろ世間のところでいろいろな、まあ、状況になっているというところがありまして、えー、なかなかね、えー、情報も入ってこない中で不安な状況だと思っています。 でえー、ただ、皆さんに関しては、就職試験というふうな形の公務員試験っていうのが、まあ一つあって、まあ民間企業と悩んでる方も含めてなんですけども、やはり、まあ、あの、どういうふうな形になるにしても、まあもしかしたら延期されるかもしれない、どうかわかりませんが、基本的には、4回生のところの、四4月、5月、6月、7月と、このあたりのところからも試験が始まってくるという点で考えるのであれば、今この動画をご覧いただいている皆さんのところで、残り1年という形で、 えー、だん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 日にちが過ぎていってしまうわけなんですね。そしたら、そうなった時にですね。まあ、皆さんは準備という部分で言うと、えー、まあ、言うたらゴールが待ってくれない。え、しかもスタートはどんどん、スタートを切っている人もいて、どんどん始めてる人が出てくるのであれば、皆さんも、え、そこで、じゃあみんなも動いてないだろうしっていう形ではなく、じゃあ自分自身もさっさと動いてしまおうというような形で、え、考えていただいた方がいいかなというふうに思ってるんですね。 ね、別に、あの、スタートラインを合わせる必要はないので、自分が先に始めようと思ったタイミングでどんどん始めていってほしいと思っていますで。今日はその一助としてですね、えー、公務員試験、えー、このようなあ内容がありますよ、というところの情報提供という形で、えー、皆さんに、えー、まあ、させていただければな、というふうに思っています。 ね、えっ、ー、と、でですね、まあ、皆さんには、今日公務員試験のところで、公務員ってどんな内容があるのかとか、試験日程とか、で、勉強をやらなきゃいけないこととか、面接っていうのがすごく重視されて,てるらしいとかあ、そういうような情報をお届けしたいと思いますので、えー、私の手元とかを写しながらですね、えー、やっていきます。で、えっ、ー、と、まあ、実際、あの、私どもが使ってる資料の方を、えー、ちょっと写しながらするんですけども、えー、この3詞のところもしどうしても欲しいぞっていう方は、また、えー、後日ですね、あのー、 ま、アクセス先のところとかもお伝えしますので、無料で差し上げる部分ですので、え、またこれはおっしゃってください。で、え、その中でですね、え、こちらの資料のところに関してですけれども、映しながら、じゃあガイダンスやっていきたいなというふうに思っています。では、早速ですけども、え、中身始めていきたいと思っております。えっ、ー、と、ではですね、え、一応、 私どもの資料の公務員試験総合ガイド、関西版っていうのを使います、えー。ちなみにあの、北陸エリアの方とかに関してはこれ関西版って書いてますけど、データの中にあの、北陸地方、あの、話のところも載ってますので、えー、合わせて聞いておいていただければ十分です。おい、関西だけかって思わないでくださいね。大丈夫ですからね。で、えー、こちらの、えー、ガイドのところとかで見ていただく中で、よく公務員っていうふうな形になってきたときに、 まあ、地方公務員がいいよねって話のところが出てきます。で、えー、それは全然構わないです。で、地方公務員メインで考えたいぞっていう方が全然多いのも全然いいんですよ。ただ、あそうなった時に、えー、地方公務員だけじゃなくて、今ここらに映してましたけども、国家公務員っていう風なところとの対比をしておかないと何が違うのって面接で言われるので、そこを簡単にお話ししていこうと思ってます。まあ、まずは、えー、国家からお話しします。で、実は今ちらっと映しましたけども、 はい、この国家公務員、えー、皆さん勘違いされてる方が多くて国家ってどうせ全国転勤でしょというふうに思われる方が結構多いんですが、えー、あんまりそういう意味で使ってなくて国家公務員ってどちらかというとごめんねちょっと字がぐちゃっと潰れてるけど見えるかなはいスペシャリストという意味で使ってるんですね スペシャリストです。スペシャリスト。で、このスペシャリストとしての、えー、国家公務員っていうのがあるんですけども、例えば、まあ今の昨今の情勢のところとかで、じゃあどういうふうに、えー、まあ、 進めていくのか、例えば命を守ることと経済活動っていうのは両立させなきゃいけない。どういうふうな形で今後対策をしていかなきゃいけないか。企画を考えるのは、例えば厚生労働省っていうところであったり、経済産業省っていうところであったりっていう、行政官僚のところとかがやっていく必要がまず出てきます。えー、こういうのが、まあ、言うたら、あの、まあ、国家公務員の総合職と言われる企画リーーの人です。 じゃあ、その企画立案を立てたとしても、いいですか立てるのは全然いいことですけども、立てたとしても、その企画を動かす人が別にいない限りは、動かないわけですよ。例えば、あの、総合職っていうのは企画立案で東京で大体企画するんですけど、その企画を東京でわーわー言ってるだけでは、動かないですよね。北海道から沖縄まで各地域のところで、その政策を動かす必要がある。その動かす人たち、現地に滞在してスペシャリストとして動かす人たちのことを、よいしょ。 はい。こちら。はい。一般職と言うんですね。まあ別に文章自体は、あのー、全然結構ですけど、一般職と言います。はい。で、この一般職という人たちが、その地域に滞在する形。はい。例えば、働くっていう形で言うと、まあこれは関西でも中部、北陸のところとかでもみんな一緒になるんだけども、例えば、あの、ハローワークさんって聞いたことないですかあれ、労働局って言うんですね。労働局で就職支援をしたりとか。 はい。あとは今のこの問題のところだったら差別問題とか起こってて、えー、医療従事を頑張ってくれてる人に対する差別をする人とかっているって聞いたことありますよね。そういうふうな形の差別の問題とかを改善していくっていうのが、これ法務局ってお仕事だったりするんですが、これも各都道府県にあったりするんですね。 はい。あとは、例えば今ちょっと大変になってきてる空港の問題もそうですね。これも国家公務員のお仕事だったりします。港の問題、国家公務員だったりするんですね。こういうところも。じゃあ、捜査のところに関するところ、これ、検察っていうのがあるんですけどこれも実は国家公務員の一般職っていうふうな形であったり、薬の問題、厚生局っていうところの問題でもあったりするしね。 いろんなところが実はこの国家公務員にもあるんです。これ実は地元に残る国家公務員っていうのも全然あるんで、あ、なんだ、地元に残るときにそういうチャンスもあるんだぐらいのつもりでいてください。で、これらの試験に関しては、国家公務員ってちょっと独特で、センター試験みたいな感じをとってるんですね。まあ、えー、これからまあ、ね、試験のところでセンター試験っていうのがまあ、えー、終わっちゃって共通試験っていうんですか、共通テストでしたっけ、えー、いう形になるんですよね。 そんならその共通テストっていう形のところで、まあ、ちょっと言い方に似てる言い方になっちゃいますけど、共通試験みたいなのを突破します。ちょっと字が殴りがきで大変申し訳ない。はい。共通試験を突破すると、まあこれ、どこの省庁を行くにしても共通試験を受けてもらう、先端試験みたいな感じをやるんですよ。で、それをね国家公務員のまず試験みたいなのこれ受けてもらって、そしたら一次試験合格します。 はい。一時試験合格したら、いろんな省庁のところで、皆さん、えー、内定先がいっぱいこうやって出てくるんですよ。内定先がいっぱい出てくる。えー、就職先みたいなのがいっぱい出てくる。で、この中で、あ、面白そうと思ったとこがあったら、今日は A 団体、B 団体面接受けよう。明日は C と D だな。じゃあ、3日目は E と F に行こうと思ってたら、なんか初日のところから電話かかってきてですね、えー、もしもし A 団体ですと。 ご自身、この前面接来ていただいてて、すごく、あの、気に入ったと。で、2回目の面接があるんで、すいません、来てくれませんかみたいな。えー、じゃあ、行きましょう。というふうな形で、ねえー、3日目は急遽、いい日程をすいません、キャンセルで、って言って、A 団体の 2, 2回目に行こう、みたいなね、えー。そういうような、自分で、えー、まあ、なんだろう、日程を調整するというか、あそういうことができるわけなんですね。あ、なるほど、そんな感じでやるんだと思ってもらったらいいです。 はい。これが国家公務員の総合職一般職という言われる試験のところで、まあ大学入試でいうとこのセンター試験、共通試験みたいな感じのものだと思っていただければあ結構かと思うんですね。で、これがまず1点あります。じゃあ、私は今センター試験みたいな形って言いましたが、そういう試験があるということは私立大学みたいに独自の採用試験をやっているところも別途あるんですね。それがあ次のところに、えー、進んでいくんですけども、はい。 ちょっと文字ばっかりで見にくいと思うんでね、後で、えー、こんな、あの、ここにあるよ、みたいなことをちょっとお伝えはします。でも、この情報とか詳しく知りたい方は、またそ、あの、えー、最後にちょっと言いますけどね、あの、お問い合わせしていただいたら全然いいですから。はい。で、ね、えー、この専門職というのがあるんですが、ここが、専門職というのが、どっちかというと、えー、まあ私立大学みたいな感じ。次第のように独自の はい。次第のように独自試験があるよっていう感じなんですよ。で、その独自試験やってるよっていうところが、はい。えー、別日程です。これいつか別日程です。後で詳しく見せますけども、別日程になります。はい。で、そこのところで、例えばこれ、えー、国税専門官って税務署脱税とかの調査を、えー、するわけですね。脱税とかの調査をするとこです。ね、それとか、あとはその下、見えるかなこれみんな。労働基準監督官ってあって、今、サービス残業とかパワハラとかセクハラとかの取り締まりをしたりとかですね。 え、しているところがあるんですよ。ね、えー、労働環境が悪化している中で、えー、そこのところとかで、えー、じゃあ、そうやって、いわゆるブラック企業と言われているところに対して、ちゃんと修正しなさいっていう形で指示をしていく。えー、これが労働基準監督官で、これ実は、え、一部のネットとかでもいまだになんか全国転勤だって書かれてたりするんだけども、それね、3、4年前の情報なんですよね。で、今は実はこの労働基準監督官は、各都道府県で基本勤務するっていう形になってますから、 え、これも基本的に転勤がなくなったんですよね。まあもちろんあの、出張とかは多分あると思いますよ。だけどそういうふうな形で、ね、えー、まあいわゆるワークライフバランスとかってやつですね。そういうのをね、えー、まあ一致することはできますから、あ,あそういうのもあるんだと思っといてもらったらいいですよ。はい。こういうふうに専門職っていうふうな形の試験があって、国家公務員にはスペシャリストの中でセンター試験型と私立だ方が2つあるというふうに思っといてください。よろしいですか。はい。じゃあ続いて、はい。今度は、 はい。今度、地方公務員っていうふうな話が出てきます。地方公務員。で、ね、この地方公務員っていうふうなお仕事があるんですけども、地方公務員っていうのがあるんですが、この地方公務員に関しては、国家公務員との対比で言うと、いわゆるゼネラリストと言います。ゼネラリスト。いいですかゼネラリストと言います。はい。ゼネラリストというのは、一つの仕事に集中ではなく、えー、だいたい3年から5年で、ここ、見てくださいよ。 文字ばっかりで、わあチカチカするかもしれないね。え、いっぱい書いてあるんですよ。いっぱい書いてあるこのお仕事、全部、やる可能性があるって感じなんです。だから、国家の方が一つの仕事に集中するのに対し、地方公務員の方が、いろんな仕事を経験して、3年から5年で移動して、最終的に幹部とかになる可能性もある試験だって感じなんですね。ちょっと、あの、毛色が違う。同じ公務員でも全然色が違うよと。だから、一つの仕事に集中したいなー っていう風な感じだったら国家の方がいいだろうし、いやーなんか、どれが合うか分かんないから、いろんなとり、えー、とりあえずいろんな仕事やりたいですっていう子は、えー、地方公務員の方がいいかもしれない。で、地方公務員って聞いた時に、皆さん、あの、窓口とか、ああいう風な形とかで、なんかね、イメージする人もいるみたいなんですけど、申し訳ないけど、窓口っていう仕事はないからね。えー、窓口ってあるじゃんって思わないでください。要は、窓口って民間企業さんとかも含めて、どこだって窓口っていうのはあります。 はい。え、窓口で何してるかっていうのが仕事だよね。じゃあ、その仕事になった時に、多くの受験生の方は、まあこれ実は世の中の人みんなそうなんだろうけど、公務員ってちなみに何してるのって聞いたら、いや、窓口でって言って、実はあんまり知らないんですよね。えー、イメージできるとしたら住民票みたいなね、イメージかもしれませんよね。じゃあ、実際何してるかっていうと、めちゃくちゃ幅広いんですよ。 ね。えー、実際あの住民対応だけが公務員じゃないよっていうのを押さえておいてほしいんですね。例えば朝起きて着地ひねったら水が出るってこれ水道局ってお仕事だし。じゃあ、例えばバスとかってなったら、あの関西の方って地下鉄とかもそうですね。えー、じゃあ、市営地下鉄とかっていう形で言ってるんですから、これだって交通局ってお仕事ですよ。バスだって交通局ってお仕事ですね。えー、それから、それ以外のところとかでゴミの問題とかで環境局ってお仕事ですね。 はい。こういうようなお仕事もあれば、例えば花火大会とかありますよね。盆踊り大会とかそういう祭りイベント系。これも公務員の企画だったりします。マラソン大会だって公務員の企画だったりします。例えばゆるキャラ、いろいろありますよね、全国に。あの、ゆるキャラ考えてるの公務員ですよ。こういうふうな形ね、えー、やったり、あとは町の中小企業の支援とか。 今の問題のところとかに関しても、市役所がじゃあ、あ実際に困ってる、今の情勢で困ってる住民さんに何かを、えーね、支援金を出したりとか、補助金を出したりって考えてる、これだって公務員の仕事です。だから今、いろんなところで、えー、支援の手っていうのが、えー、なってますけども、そういうのも全てやるのが公務員なんですよ。地方公務員だったりするんですね。で、そういう地方公務員で3年から5年でいろんな部署を移動してもらって、 もちろん、住民対応から、最終的には、ええー、まあ、企画立案まで、すべてのことをやってもらうぞっていうのが、地方公務員なんですね。よろしいですかね。で、そういうふうな形で、いろんなお仕事があるというふうにお考えいただいたら、いいかな、というふうに思っています。よろしいですかね。で、えー、これが、ああ、公務員のとこです。で、ええー、公務員いいよいいよっていうふうな形のところばっかり言ってると、なんか、うさんくさいなって言われそうなので、ええー、本音のところで言うと、 公務員はこういうふうに感じていろんなお仕事があっていろいろできるんですが、じゃあ実際公務員って九時五時で上がるのとか、えー、なんかね、楽なんじゃないのとか、そういうふうに考えてる人もいるかもしれませんが、あのー、先に言っときます。絶対に九時五時で上がりたいから公務員と思ってるんだったらやめといた方がいいです。えー、そんな仕事じゃないです。あの、必ず九時五時で上がれるなんてそんなお仕事世の中もうほぼほぼないですよ。 ね、もしあったとしたら、私も知りたいぐらいですよ、正直。そんなお仕事はないです。ね、えー、公務員だって、え、いろいろなお仕事のとこで、いろいろ緊急性のあたる中で、いろいろ動いたりとかって世の中します。じゃあ、民間と何が違うのかって話になったときに、はい、公務員の場合っていうふうな形で考えたら、やっぱりね、あの、休みの日はちゃんと休まなきゃいけないんですよ。まあ、要は、法律遵守して、それを民間の人にちゃんと守ってくださいよ、と。 サービス残業ダメですよってやっていかなきゃいけないお仕事だから自分たちがちゃんと襟を正すという形で動かなきゃいけないですよね。これは皆さん大丈夫ですよね。そしたら、じゃあ自分たちはちゃんと休む時には休まなきゃいけない。時間限られた時間で仕事をこなさなきゃいけないってなるわけです。はい。これは、あ実際必ずそうしなきゃいけないわけですよ。襟を正す側としては。はい。そしたらそういう風になった時に、はい。皆さん、そこのところでよくよく考えてください。 だらだら、だらだら仕事する人が、そんな、あの、定時で上がって、ちゃんと休みを取らなきゃいけないという環境で働いてたら、仕事回りますか回るわけないですよね。そう、回るわけないんですよ。だからどうするか。はい、これやっちゃいけないけど民間企業さんとかだったら、もしかしたらそういう時は、じゃあ休日出勤するかってなっちゃうかもしれない。ダメなんですよ。本当は。だけど、公務員の場合、それをしたら違法になっちゃうから当然ダメなので、何か、 効率的にこなせる人が欲しいんですよ。一定の時間内、限られた時間内に効率的に物事をこなせる人が欲しいわけなんですね。じゃあ、その効率的に物事をね、こなせる人が欲しいってなった時に、じゃあ、試験制度っていうところで、じゃあ、いろいろな科目を渡す中で、その中で皆さんがちゃんと限られた時間の中でこなしてきて、一定の点数を取れるかどうかっていう試験をやっていこうっていうふうになっていくわけ。 いいですか一応なんで公務員試験ってこの後聞いたことあると思いますけど、なんとなく試験科目多いんじゃねえとか。えー、言われてるのは、そういうふうな理由から、いろんな試験科目出して、その中から合理的に行きましょう。なら、間違っても、なんか全科目やるのがいいんだっていうのは、いや、ちょっと違うだろうと。もちろん、あの、全科目やれれば、それはいいですよ。いいですけども、それを、あの、全部やるんだ、完璧にやるんだっていうふうな形にやってると、元々の公務員試験の制度の趣旨からちょっとずれてくるんですよね。 ね、えー、ちょっと違うよって話になってくるから。何ですか一定の時間の中で、限られた時間の中で効率的にこなせるかどうかっていうのが公務員試験の鍵だと思っておいてください。よろしいでしょうか。で、えー、いうことでした。じゃあ、その辺のね、公務員のところの日程をちょっとお伝えしたいと思いますので、あのー、ごめんね。はい。じゃあ、実は公務員試験の日程っていう形でいろいろとあって、後で民間ともちょっと、えー、比べながらお伝えはするんですが、 はい。実は25、25、えー、ページのところです。あの資料、えー、手に入れられた方はそれぐらいを見ていただいたらいいんですが、はい。これ2019年です。えー、2020年はちょっといろいろと、えー、大変なことになってきているので、えー、ちょっと、まあ、どうなるかわかんないとこもあるので、2019年の試験の日程を見ながらお伝えします。はい。そうなった時に、今見ていただくと、4月のところとかから、まあ、一応、えー、総合職というキャリアの官僚さんの試験があって、 はい。どれくらい、まあ、ちなみにこれ、あの、先言っとくと、これ、平眼、えし放題です。あの、受験料ただなんでね。受験料ただなんで。えー、いろいろできます。で、そうなった時に、はい、5月の第1週のところとかからですね、はい、東京都とか特別区とかっていう東京エリアが、まあ、始まります。で、5月の第2週のところで、裁判所の職員とかっていうのが始まります。で、この裁判所ってちなみにさっき説明してなかったっけ,ですけども、えー、これね、 最近、あの、法学部以外の方,の方の合格率の方が高いんですよ。まあごめん、厳密に言うとちょっと、えー、語弊がある言い方だったかもしれない。もっと言うと、ちゃんと言うと、合格者の中で、法学部の占める割合が4割ぐらいです。法学部以外の方の合格者の方の人数が多いです。人数が多いです。い,いですから人数が多くなりました。はい。えー、というような試験もあります。はい。裁判所で働くってこと。えー、それ以外にあと、例えば、 はい。まあ、大阪とかは道庁とかもありますが、はい。えー、それ以外のところではい。この辺ですね。これがいわゆる専門職です。で、日程が被るところは申し訳ないけど、どれかしか受けれないよって話になるので、えー、税務署の職員さんとか、ああこれ財務専門官っていわゆる財務局っていうところですね。えー、北陸のところの財務局とか、近畿の財務局とかって言われてるところです。で、労働基準監督官。で、あと、 はい。こちら、国家一般職。これが、まあ、センター試験みたいなあ、一番最初に説明したセンター試験みたいな内容です。で、それから、地方公務員の地方上級。はい。これが、いわゆる県庁とかになります。県庁とかです。いいですかね。えー、関西のところとかだったら、大阪府はちょっと違うんだけど、はい。えー、滋賀、京都、えー、奈良、和歌山、兵庫、あたりのところですね。えー、っていうところはそうですし、えー、福井もそうですし、富山だってそうだし、石川もそうです。 で、えー、ただこれにプラス、はい、市役所 A 日程っていうのがあって、ここのところで、はい、市役所も一部ここで試験形態やっちゃいます。えー、例えば福井市もそうかな。で、金沢市とかもそうですね。富山市もそうですね。えー、あと、えー、和歌山市とかもそうですね。はい、えー、この辺の試験日程になってきます。じゃあ、 神戸とか京都とかはってなると、ちなみにちょっと独特な言い方で申し訳ない。はい。この政令指定都市っていうのがあって、この政令指定都市に関しては、はい。えー、全国20都市があって、まあ、厳密に言うとちょっと違う言い方なんですけど、まあ、大体ですよ。大体、はい。区があるし、 まあ厳密に言うと違うところもあるんだけど、区がある市を考えてください。例えば、えー、京都とか、神戸とか、堺とか、ああいうようなところを考えていただいたらいいかなって感じですね。はい。そのような試験のところが行われます。よろしいですかはい。で、それ以外にっていう形になった時に、はい。例えば、あとここ、大学の職員さん、大学の職員さん、大学の職員さんね。 はい。えー、これは、あ、まあ、実際に、京阪神大とかでもいいですし、例えば関西の方やったら大阪教育大学とか、えー、例えば、えー、奈良の方とかやったら奈良女子大学とか国立大学とかいろいろありますよね。えー、理系系でやったら京都やったら京都工芸繊維大学とかも、ね、そうですね。じゃあ、 え実際、えー、北陸エリアの方とかに関しても、富山大とか金沢大とかもそうですよね。まあ近代とかですよね。えー、そのあたりのところとかに関してっていうところも、えー、この国立大学法人っていうところの職員さんになりますので、大学の職員さんとして働くっていうのも、実は半分公務員試験と同じなんですね。 で、こうやって受けれる。で、それ以外のところで、今度実は7月にも9月にも10月にも試験っていろいろ市役所があって、そこも試験を受けていけることが可能なので、公務員試験だけで受けようと思えば10個ぐらいは全然受けようと思ったら受けれちゃうんですよ。あ、結構多いなと思っていただいたらいいかなって感じなんです。 でよく公務員試験ってなんか1年に1回しか行われなくて1個しか受けれないってなったら不安だなって思う人い,、ま、いなかったですか就職試験ですからいろんなところを併願する方がやっぱり受験生圧倒的に多いですよ。そこは心配しないでいいです。あ、いろいろ受けれるんだなと思っといてください。よろしいですかで、じゃあこっから いよいよちょっと、あの、職種とか日程の紹介をしましたので、えー、普段、あのー、私もいろいろなところで、この講演とかで説明させてもらってますけども、やっぱり、今のこの情勢のある中で、ちょっと違う話もさせていただこうかなというふうに思ってます。何かというと、やはりどうしても、公務員試験っていうところに関してが、まあ、このような日程で行われてるんですけども、今、ちょっと板書しますけども、 なんだよ、板書かよ、手書きかよ、と思わずに、まあ見ててください。実は公務員試験のところとかって、例年そうなんですけども、どうしても、民間と、はい、反比例的になるっていうふうに、私は言ってて、何言ってんのって思うかもしれないけども、要は、 はい。民間が、景気、良い。つまり、採用、多いと。というふうな形になれば、当然、ここのところ、はい。わざわざ、公務員の勉強ってしんどくない っていうふうな言い方をする人が増えてきてて、公務員試験わざわざ勉強しなくてもいいじゃん、民間受かれるんだしって話になるので、公務員の受験生が、減ってくるんですね。はい。こういうような情勢があります。はい。で、実際昔もそういうふうな形で進んできてました。まあ今もそうでした。しかし、一方で、 あるきっかけ、いろんなきっかけがあるけども、民間が、景気が、悪くなってくると、はい、当たり前ですけども、これ民間企業さん景気が悪くなっちゃったら採用って減るよね。それは当然です。採用は減ります。はい、採用減ります。そしたら民間企業さん不安になっちゃう。ってなった時に、はい、この後、 公務員の受験。はい。これどうなりますって話なんです。で、皆さん今の理屈からしたら、いや、そらお前この話してるんだから逆だろって話でいいと思います。そうですよね。これ本当は逆なんですよ。はい。これ公務員、え、民間が景気がいいってことは採用多い。公務員の受験生は別にわざわざそんなことしなくても。 ね。あのー、民間だってちゃんとしてるじゃん、みたいな感じになる。一方で民間のところが景気がもう悪化してる、すごい業界的にも大変だって言われるような状況になる中では、はい、公務員の受験生。はい、これどうなるか。実は、この受験のところとか、当然、当たり前のようにこれ、増えるんですよ。増えるんですが、ただ、実は、ここのところ、過去、08年に、 リーマンショックっていうのが昔あったんですね。12年前かなあったんですよ。この時を実は見ていくと、実はこんな感じ。ざっくりとしか言いませんよ。ざっくりです。はい。これ、試験倍率で言うと、はい。08年っていうところが、だいたい7倍ぐらいで、あ、公務員試験ね。あ、これ、あの、国家公務員ってやつを使ってます。あの、書いとかないと、お前、嘘言うなって言われそうだから、国家公務員。 あの、全国で統一するからね。はい、統一するからね。はい。ほんなら7倍だったのが、09年のところ、はい、これ、リーマンショックっていうのが08年ですよ。ね、その翌年のところっていうのが、実は、8から9倍の間なんですよ。あ、上がったけどそうでもねえやんと。その代わり、10年になると、これが12、3倍まで上がってるんですよ。ね。で、何が言いたいかっていうと、要は、 ここのところ、どうなるかわかるのまあ、言うたらそういうふうな未曾有のトラブルが起こってしまうと、どうなるか世の中もわかんない。どうしようってみんなちょっと様子見たりすんのよ。様子見たりする。民間は明らかに景気が悪くなっていっててっていうふうな状態になって採用もバンバン減っていく中でも、え、公務員ってどうなんだろうやっぱり受験生増えるんじゃねえって言ってみんな様子見とかするから、実はそこまで上がらなかったりするんです。それが、あ、 そうなんだってなった時に、今の、例えばこれ、二回生の子とかがこれだと思って、二回生の子とかになると、あ、ちゃんとやっていかないとダメだなって言って、よし、早い段階から準備しよう、みたいな感じで、バンバン倍率上がっていくんですよ。だから、皆さん何が言いたいか、今、三回生とか、三回生とか、M1 の子とかに関して陰性の子ね、は、ある意味、これが今、2020年だとしたら、2021年が、まあ、つまりこうなるわけですよね。そしたら、今、 実はチャンスですよと。実はチャンスなんですよと。思っててほしいんです。で、よく言われるのは民間企業さんの方が、実はこういう数値、倍率は動きがめちゃくちゃ早いです。ですか民間さんの方が採用予定数をガーンと減らしていくのは動きはめちゃくちゃ早いです。ね。やっぱりそこは潰れちゃならないっていうところもあるし、やっぱり動きめちゃくちゃ早いですよ。だから、皆さんが多分思ってる以上に民間企業の倍率は厳しいものになると思っててください。 だから、今実は相談とかを受けている中とかでもよく言うのが、いや、公務員試験の倍率って高くなるんじゃないんですかだから民間の方だったら何とかなるかと思ってっていうご相談すごく受けるんですけど、あの前提としてなぜ民間企業は採用数を続けるつもりだっていう話なんですね。よく考えてみなよ。本当に行きたい企業かどうかを考えてみなよ、それよっていうふうに私もよく言うんですけども、いいですか民間企業さんだってすっげえ頑張ってます。いい企業いっぱいあります。就職先としてすごいいいと思います。ただ、 今のところとかで、えー、その公務員試験の倍率が上がりそうだから民間っていうところだったら、正直そういう風な理屈で受かる試験じゃなくなりますよ、就職は。すごい厳しいものになるっていうのは想定しといてください。だから、皆さんが就職活動のところをするってなった時に、まあ、なんとなくっていう形の気持ちの人もいると思う。でも、この動画見てる人って、ああ、そろそろ就職考えなきゃいけないなって今一生懸命だと思うから見てくれてると思うんで、そんなこと言わんでもって思ってると思います。ね。ただ、 今の状況のとこを考えると今後バンバン倍率が上がっていく。これは民間も、もう民間の方が多分大変になると思います。公務員ももちろん倍率上がりますよ。ただ、そうなった時に、ね、あの、今ある意味3回生の子とかみんな動けない状況なので、最初に言った話ですけど、先に動いたもん勝ちです。先にどんどん動いていった人の方が絶対勝てると思って、どんどん動いていってほしいんですね。よろしいでしょうか はい。じゃあ、そうなったときに、公務員試験って、じゃあ、周りと比べて、はい、じゃあ、どういうふうに対策をしていくのか、はい、先にちょっと倍率的なものね、本当は資料のところとかで、えー、見せたいんだけど、今資料手元に、ね、あるもの数値移すのもちょっとどうかな、っていうか、見えないな、って思ったので、えー、こっちのところでしますけども、さあ、今、ざっくりと、民間の話のところしていますけども、じゃあ、民間の就活と公務員試験って大体どうなるか。 違いを見せますけども、民間公務員、例えば大学入試、はい、こういうふうな比較があったときに、はい、違いがあるとしたら、はい、いいですかこれ公務員試験を勉強していくときにこう考えてほしいんだけども、はい、エントリーシートっていうのが出てきます。 はい。このエントリーシートっていうのが、皆さん、あの、勉強していただくときに、やっていただくのが、まあ、これ、就職のとこで、死亡動機とか、自己 PR と言われるものなんですね。自己 PR とか、死亡動機と言われるものなんですよ。で、この死亡動機自己 PR とかって言われるものについては、民間企業さん、倍率やっぱ高いっすよね。高いっすよね。倍率だけで言うときは倍率高いっすよね。で、じゃあ、公務員試験は、とか、 えー、大学入試は、大学入試のとこいらないですよね。はい。で、ちょっと違うのが、はい、これ公務員試験のところ、エントリーシートは、はい、提出なんじゃそりゃと。倍率高いとかじゃないのかと。えー、いうふうに言われそうですけども、公務員は提出なんです。えー、何が言いたいかっていうと、はい、ここがね、もういろんな大学さんのところとかで、ね、いろんな先生のところで、えー、なんか対立しちゃうかもしれないこと言うかもしれないけど、 よく言われるのが、なんかあの、就職試験のとことか話の時に、民間さんエントリーシートっていうのがすごい筆記試験としても大事なんですよ。ね、このエントリーシート、志望動機とか自己 PR のところを見て、あ、あなたはごめんだけど、うちの企業合わないと思うからもう面接受けれないやっていう企業も続出します。これはもう、あの、本当に今までもそうだし、これからもそうなんですよ。ここのウェイトが高いんです。 ただ、公務員の場合は、そういう試験じゃなく、面接の資料として使う場合がほとんど。いいかいエントリーシートは面接の資料として使う。だから、試験じゃない。そこでよく言われるのが、その民間さんのところとかで、ね、こういうエピソードがないとダメなんだよ、とか、こういうエピソードがない人はやっぱ浮かんないんだ、とかっていうふうに言う人いるらしいんですよ。まあ私は民間のプロじゃないですから、それは民間の就職のプロの方にお任せしたいと思ってるんですね。それは全然それでいいと思ってます。 はい、それはそれでいいと思います。ただ、今からの話のところに出てくる公務員試験っていう形になると、あくまで資料としての提出になりますので、エピソードのところが、例えば弱いとか強いとかっていう風な形で、あの、これだダメだ落ちるんだとか、そんなの絶対ないですよ。心配しなくていい。ただ、その代わり、このエントリーシートっていうのが試験じゃないけども、後で言います。はい、ここ下書きますけども、 はい。面接の資料なんですね。面接の資料になります。だから面接の資料になるということは、はい、後で、えー、見せますけども、筆記試験の、えー、ところと言うんじゃなくて、これ面接の資料っていうものを、ちなみにこのエントリーシートっていうのは、願書の時に出す時も多いんですよ。特に地方公務員考えてる人。地方公務員の人って、願書を出す時に、ね、 初見の受付の際に、このエントリーシートもついでに出しておこうというところが多いんですよ。そしたら、よく言われる、筆記試験受かってからやればいいんだよは嘘だということがわかるはずなんですね。筆記試験受かってから、こういうエントリーシートっていうのを書けばいいんだよ。いやいやいや、それじゃ間に合わんよと。面接の資料先に出しちゃうんだよ。面接対策なんてどうすんのさってなっちゃうわけです。ね、それは危険です。はい、ここ見ておいて。で、プラス、じゃあ筆記行きましょう。 筆記試験。はい。筆記試験に関してっていうのは、民間企業さんのところ、これ数字はわかりません。はい。ただ、民間企業さんのところとかに関して、ちょっとこれ空白にしときますけども、低いとも言いにくいし、高いとも言いにくいんだよね、企業によるから。ただ、少なくとも、エントリーシートよりは倍率は下がります。エントリーシートよりは倍率下がる。何か、ここで受験生を削ってるから、筆記で別に受験生削る必要ないんだよね。だからこれはいいじゃないですか。 で、大学入試とか、あとは、ま、これ資格もいいよね。あの、資格試験。資格、ここは高いですよ。はい、ここは高いですよ。ね、えー、実際、資格のところとかに関して、いろんな資格があると思いますけども、えー、例えば、20倍、30倍の試験っていうのも全然あります。はい。そしたら、公務員試験ってどれぐらいなのってなると、公務員試験が、 はい。3から4倍ぐらいです。イメージ。筆記試験。えー、嘘つけようと思った人もいないですか公務員試験20倍とか聞いたことあるぜ。嘘つくなよって思った人いませんはい。そう、今からの話しますよ。筆記試験が3から4なんですよ。3から4なんですよ。はい、じゃあ、こちら、面接です。面接です。 はい。じゃあ、この面接のところって考えたときに、面接の倍率は民間さんはすごい高いよね。やっぱこれが試験だから。で、大学入試とか資格、ここ、まあ、あるやつもあるけど、まあまあないじゃないですか。はい。じゃあ、公務員試験はってなったときに、ここの面接が、3から10倍とかになってたりするわけ。3から10倍とかになってたりする。3から10倍になってたりする。OK ですか ?3 から10倍とかになる。 じゃあ、この3から10倍とかになってるよっていうところを見てもらったら、じゃあ、公務員試験、例えば、筆記試験3倍です。面接が10倍です。3×10 で、30倍で公務員試験やらせてもらってます。みたいな感じになるわけ。OK ですか筆記試験4倍です。面接が3倍です。4×3 で、12倍です。うちの自治体は。みたいな感じになるわけ。OK ですかそしたら、皆さんに見ていただきたいのは、これ点数的にもそうなんですけど、 民間を受ける人はここ頑張るじゃないですか。正しいと思いますよ。ねもちろん筆記試験もある程度はやるけど、ここがウェイト高いよね。はい。資格試験を受ける人、筆記頑張ろう。大変ですけども、筆記頑張りましょう。はい。公務員試験を受ける人は、なぜあなたはこの筆記しかやらないっていう感覚でいるのかって話なんですね。おかしいですよね。だって今、 普通に考えたら民間の人すげえ合理的。資格試験とか大学入試の人も合理的やんか。じゃあ、公務員試験はってなった時になぜ筆記だけで勝負をしようとするか。はい、ここですよ。面接。はい。ここまでをやらなきゃいけないんです。いいですかはい。ここをきっちり見てもらう。 で、プラス、この二つのところとかがある中で、はい、この二つとかがある中で、はい、この二つをやって、その後最終的に、いつかこの二つのところを進んでいって、最後、はい、内定というのを勝ち取っていくんですね。で、皆さんちょっとこれ気をつけなきゃいけないのは、はい、 よく皆さんにあの、これ誤解される公務員試験の情報として言うと、筆記試験と面接が倍率が高いのは事実です。で、そうなって、これを全部クリアして、あなたは内定ですおめでとうってなるんだけど、はい。皆さん聞いたことないですか公務員試験。最終合格って言葉があるんですよ。最終合格。はい。実はこの最終合格と内定っていうところも、実は言葉遣いが違う時があるので、十分気をつけていただきたいんですね。はい。実は、はい。あのー、気をつけていただきたいのは、 国家公務員とかは最終合格っていう風に言った場合、はい。まだ就職先は確保できてません。まだ就職先確保できてないんです。受かったよおめでとう。ただ、どこに内定出るかは、もしかしたら内定漏れするかもしれないけど、ちょっと待っといてっていう状態なんです。これが最終合格。内定は、あなたはもうこの就職先で働いてもらいますよおめでとうねって話なんです。なら、違いわかるかな最終合格と内定は言葉の意味も違ってるから、 ね。そこのところで、あなたが取らなきゃいけないのは間違えないで、最終合格じゃなくて内定ですからね。内定を勝ち取るためにはどうするかっていう感覚で動いてくださいよ。それをちゃんと見ておかないと、いろんなね、情報が、あの、ネットとかでも情報を錯綜してるから、こういうのは混乱しますからね。間違えないようにしていきましょう。内定を勝ち取るところが大事ですよっていう話だと思っておいてください。じゃあ皆さん、えー、あんまりね、えー、時間かけすぎてもちょっとしんどくなると思うんで、筆記と面接。 はい。筆記と面接。じゃあ、これ、どうやって対策していくのか。はい。これを少しお話をしていこうと思っています。はい。じゃあ、皆さんには、えー、まあ今からこの筆記試験のところで、教養というのと専門というのがあるので、こちらを少しお話をさせていただきます。じゃあ、一旦、えー、こちらの方をちょっと映させてもらいますね。 いいですかもう筆記も面接もしっかりやらなきゃいかんって話です。だから、皆さん、バランスよく、効率的にやらなきゃいけないんですよ。ね、あの、例えば面接にすごい自信あるから面接だけ頑張ろうとか、筆記に自信がすごくあるから、筆記さえなん、やればなんとかなるんでしょうっていうのは、もう何年前の話なんだって話ですからね、それ。もう、就職、あの、公務員試験としてそれ、かなり前のお話です。だから、あの、皆さんの、 え、すごい上の世代の人とかは、勉強さえやっとりゃいいんだよって言われるかもしれないけど、もう今はそうじゃなくなってきてるから、いいですか新しい制度、新しい試験対策っていうところに合わせて、皆さんは対策を順次ブラッシュアップして、更新していかなきゃいけないと思ってください。で、その上で、よいしょ。はい。え、見ていきましょう。公務員試験のとこですね。はい。じゃあ、試験科目どうなんだってなった時に、 はい、よいしょ。はい、見える教養試験というのが、あまずあります。これは公務員試験どこを受けるにしても実際出てくるよと思ってください。はい、公務員試験どこを受けるにしても出てくるよって話だと思ってくださいね。はい、そうなった時に、この公務員試験っていうのを受けていく時に、国家と地方を移そうと思うんですけども、はい、国家と地方を移しますけども、はい、ここのところに関してで見ていただきたいのは、ズバりこの教養試験という公務員試験の筆記、あ、これちなみに、 午前中、どこの試験でも行われる試験なんだけど、これね、見えるかなみんな。はい。この数的処理っていうのと、文章理解という2科目のウェイトがめちゃくちゃ高いんです。めちゃくちゃ高いんです。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高い。はい。ここのめちゃくちゃ高い中でやらなきゃいけない。例えば、これ国家公務員はこのセンター試験っぽいやつだけにして、あと地方公務員説明するね。はい。国家公務員の試験とかだったら、はい。 見える27ってあるね。これ、実は午前中の試験って40問しかないのに、この2科目で合わせて27点なんですよ。いいですか ?7 割がこの2科目なんです。この2科目が7割なんです。だからこの2科目のところを、まずウェイト高,高くして勉強していこうっていうふうになるわけ。ね。どんどんやっていかなか。そうなった時に、はい、文章理解。これは現代文、英文なので、好き嫌いは別にしてある程度、 見たことあるんですよ。好き嫌いは別ね。はい。ね。ね、ここは、だから、正解率は高いっす。正直高いです。だから皆さん押さえといて、自分であの書く人はこれ、まあメモとかするんやったらしといてね。この文章理解に関しては、正確さとスピードが求められています。正解率は高いです。あきり言います。正解率は高いです。高いからこそ、スピードと正確さが求められています。 ですかだから、時間かけてゆっくりやったらみんな解けるから、それじゃダメだってやってるんですよ。早く正確にどんどん解いていく。はい。一方でこの数的処理っていう科目。この科目が公務員の受験生の最大の関門になります。はい。この数的っていうふうな科目ですけども。はい。これは、どっちかというと、はい。 パズル的な要素、言葉遊び的なパズル的な要素のところと、それから、えー、まあ、中学入試や高校入試の算数数学的な要素と、合わせ持った科目になります。合わせ持った科目になります。はい。だから、いわゆる論理的なことと、計算系のところってやつですね。で、今これをお話しする数的処理っていう科目を、優しく、もっと早く正確に解きましょうってやると、民間企業さんとかでやってるような就職試験の問題になってきたりするわけ。 オーケーですかはい。だから、公務員試験の対策の方が、もうちょっと時間かけて、じっくりと、その代わり、ちょっと複雑になったやつ解こうねっていうになってると思ってください。はい。で、文系の方は、この判断推理っていうパズルみたいな問題のところとかの方が、え結構、ま、点数が上がってきたり。逆に、理系の方とかは、もともと計算系の数的推理っていう風に言われる科目があるんだけど、計算。そっちの方が、 ま、点数をすごい取っていく子が多いっていうような形の最初の傾向はあります。ただ、今言ってたところの逆のことで言うと、文系の方は計算結果とどうしても苦手やし、え、もともと理系の人に関してはそういうパズルみたいな問題があんま好きじゃないっていう傾向が、やっぱ世の中あるので、やっぱりね、好き嫌いが絶対出る科目なんですよ。で、この数的処理っていう科目をいかに早く始めてじっくりとやっていくかが鍵です。 だから、皆さんがよし、始めるぞと思ったときに、まず、え、真っ先にやらなきゃいけないのは、数的処理っていう科目だと思ってください。この科目がある程度安定してくるのであれば、非常に有利になります。非常に有利になると思っていてください。よろしいですかね数的処理っていう科目は非常に大事だと思っていただいたら結構です。はい。で、その科目のところとかをやっていくときに、あ、じゃあちょっと見せるんですけども、見えるかなこれ。 はい。中部北陸型の方、あとは関西の方も含めてですけども、地方公務員のところとかでも、その辺は同様で、はい。はい。これ中部北陸型の方に関しては、これ実は50問です。地方公務員50問教養試験ある中で、25点がこの2科目です。この2科目です。はい。そしたら、この2科目をまず優先的にやっていきましょう。いいですね。 同じようにやっててください。はい。で、関西の自治体さんとかを受ける方とかに関しても同様で、関西の方とかに関してとかは、ええー、まあこれ、京都とか神戸とか奈良とかっていっぱい書いてありますけども、はい。大体ここのところで、はい。いろんなまあ問題数が出てますけど、大体いいここのところは、 ま、詳しい話は各、え、本校のとこで、え、どのエリアがいいですかみたいな感じで聞いてもらったらいいんですけど、大体ここのところで50から60%ぐらいだと思ってください。一回何があったこの試験ね。これ。はい。まず皆さん最優先これやりましょう。一回教養でまずこれをやるってことです。いいですかこれをやりましょう。そして、はい。プラス、はい。この試験のとこをやりつつ、はい。えー、こちら。 もう一個、専門という科目が出てくるんですよ。専門。専門っていうのもあります。専門。 で、この専門試験というのをやっていただくんですが、はい、やっていただくんですけども、はい、専門試験を勉強するってなったら、これもいろんな科目がわーっと書いてあって、え、全部やるのみたいな感じでみんなテンションただ下がりなんですが、県庁とか受ける子とかに関しては、この専門という科目をやっぱこなさなきゃいけない。国家公務員受ける子もこなさなきゃいけない。つまり、併願先をやっぱりいっぱい使ってったりとか、自分の行きたい県とか、 えー、省庁とか受けようと思ったら専門ってやっぱ必要なんですよね。ってなった時に、えー、全部はってなるけど、そもそも全部必要化を見ていきます。はい。国家と地方を移していくよ。いきますよ。はい。国家公務員の一般職。これセンター試験みたいなやつ。はい。これでいくと、はい。私が特に大事だと思っているのは、はい。憲法、行政法、民法という法律系科目と、 経済系に出てくる経済言論っていう科目。はい。このあたりのウエイトが非常に高いです。非常に高い。なぜかというと、はい。国家公務員の一般職という試験だと5、5、5、5、5、5、5ってなんか5ばかり言ってますけども、これ何かというと、はい。1科目5点出るんですよ。で、民法と行政、ごめんなさい。経済言論は10問出るんですよ。 5問かける2っていう形で10問出ます。そしたら、これで30点あるわけよ。単純に足したら30だよね。で、公務員試験の専門って、80問中下を下ろすか。はい。80の40なので、40問取りゃいいんですよ。80問出るけど40問取ってねって形なので、はい。これで30点あるんです。これで30点あります。 じゃあ、実に75%ですよ。さあ、やっぱりこれをやらなきゃいけないですね。75%もあるんだったらこれをやらなきゃいけない。はい。で、プラス、例えば、はい、地方公務員のところとかで行くんであれば、はい、これぐらいかな。はい、地方公務員。はい。中部北陸型の方と関西の方聞いといて。はい。中部北陸型の方とかに関しては見てください。ここ。はい。 ちなみに、中部北陸型ってね、だいたい50問中、40問解けなんですよ。福井とか、富山とか、石川、まあ、金沢市もそうですけども、この辺り受ける方とかに関しては、はい、これでね、28ですよ。いいですか ?40 問解きゃいいんですよ。40問解きゃいいのに、はい、中部北陸エリアの方、28点がこれですよ。7割ですよ。じゃあやらなきゃ。ね。はい、それ以外、行きましょう。はい、今度、例えば、 はい。堺市。はい、これ、えー、南波とかの校が多いかな。はい。えー、のところとかだったら、はい。こちらのところとかで、今出てきてますけども、はい。これで25点。はい。堺も40問なんですけど、40問中25点。法律と経済。はい。あと、はい。滋賀の方とかも、 はい、こちらのところとかに関してで、ね、滋賀がまだ若干少ないけど、これ40問中21。はい、神戸の方とか京都の方とかもあるけど、あと神戸と京都ぐらいにしとこうか。はい、神戸の方は、はい、ここね、変な数字がいっぱい出てきてるけど、実は神戸市というところは、はい、22科目中5科目選べっていう試験になってて、22科目中5科目選べっていう試験になってて、1科目5点なんや。 そしたら、神戸市って、見える憲法というところが1科目分。5点だから1科目。行政法も1科目。5点だから。はい。民法は10点って出てるので、これ2科目あるんです。民法の丸一と民法の丸二っていうのがあるんです。ほう、4科目か。はい。経済は15点ってことは、経済は、経済言論の1、2、3って言って3科目あるんです。さあ、私は言いましたね。5科目取ればいいと。 そしたら、この1,2,3,4,5,6,7,7科目、実は法律と経済であるので、そのうち5科目取れば、もう試験合格です。ねっていうような形になる。はい、じゃあ、あと京都。京都とか受けること、うに関しては、はい、経済、えー、経済が10点。 ね、法律のところで、えー、こちらのところで13点ありますので、えー、京都市は30問解けばいいので、30問中23点ですよ。8割ですよ。はい。京都府もついでに言っきましょう、これはね。はい。もう、あの、他のところもって言われそうだけど。はい。京都府とかに関しては、えー、こちらのところで40問あるうち、ここで34点あるんですよ。法律と経済で。ね。みんな何やらなきゃいけないか、法律と経済でしょ。 まずそこからやりましょうよ、法律と経済を。ね。だから、公務員試験突破する上で、法律と経済は必須です。だから、最優先で、まず必ずこっからやっていきましょう。 ね、まずここのところで皆さん、あの、いろいろ自分で勉強するかどうかになったときに、あの、全科目やったことない人っていうのはもちろん、ええー、その相談をしてくれたりです。まあ、私ら、あの、レックのところとかに関してとかも、もう、ほとんどの人がもともと、えー、法律とか経済知らないよっていう体で来ます。もう全然それでいいです。授業もそこからやります。それは心配しなくていいです。だから、ある程度、基礎力がある人で、えー、単語だけ、あの、その、そのうちわかるからとか、ね、そういうのはしません。 ね。あの、それしたら、ついてこれる人しか受からないっていう試験って、正直は、あの、ちょっと違うだろうと思うんでね。ね。それはちょっと違うと思いますので、あの、全員、ゼロから、その代わりやっていきましょう。その代わり、ちょっと独学と悩んでる人に私は言いたいのは、別に独学は悪いとは思わないんですよ。ただ、その時に、自分の得意科目でだけを見て、あ、得意科目でこれやったことある。例えば、資格試験でやったことある。だから、公務員試験は独学で行くんだって考えると、多分、厳しい結果が待ってます。何か、 逆です。やったことない科目のところを見て、見たことないような科目を見て、これは解けるな、自分でできるなっていうったら考えたらいいんですよ、独学とかは。はい。そうじゃないのに、できる科目のところパッと見て、できないってなったら、それ、正直そこは、ええー、多分できるって思うのは当たり前ですから。それじゃあ、ちゃんとした判定になってないからね、気をつけなきゃいけない。でもやっぱり公務員試験のところとかをやっていくときに、多くの人がやっぱり、 情報戦だって分かってるので、情報収集に勤しんでいくので、やっぱりいろんなとこのこうやって情報収集を皆さんのようにしてると思うから、ちゃんとやっていきましょう。で、この試験のところとかで、法律と経済をしっかりやり、で、教養試験、数的と文章理解っていう形の、言ったら6科目をやると、だいたい7割ぐらいの試験科目が終わります。そしたらあなたは今現時点ではどれ受けるか決めてないわな、公務員試験って。そしたら、そのどこを受けるかによって、試験科目は、あと残りは変わってきます。 その試験科目をじゃあどうやっていくかっていうのは、じゃあ今から始めれる方だったら、秋ぐらいのところから、じゃあ徐々に試験のところでね、どこを受けるかをだんだん絞っていったりとか、ね、していくんでね。例えば極端な話、え例えば京都府にするか京都市にするか、兵庫県にするか神戸市にするかどうしようとかね、第一志望どうしようとかね。例えば、あ例えば福井県なのか福井市にするか、石川県にするか金沢市にするかみたいな。ま、考えていくことになるじゃないですか。 じゃあ、そうなったときに、そうやって考え、富山県なのか富山市なのかもそうですよ。で、考えていくっていうふうな形になったときに、はい。そういうふうな形になったときに、実は気をつけていただきたいのが、実は、はい、これ、地方公務員なんか特にそうなんですけど、はい、これ教養ね。数的処理、文章理科がめっちゃ大事って言ったんですけど、はい、受験先によって、はい、その他の科目ご覧ください。その他の科目。はい、見ててね。 ま、ご覧くださいも何も、まあ、私の今手元次第なんだけどね。はい。こうなったときに、はい。これね、中部、北陸、エリアの方とかに関しては、はい。この辺、数字が結構大きい科目がいっぱい出てくるんですよ。ね。だけど、はい。見て。関西のところとか見ると、 見て、ね、はい神戸とか京都とかまあ京都府京都市なんかそうですよねこのたりってえ先生空欄ってこれミスプリですかって言われそうやんか違うよ出題されないんですよ全く持って出てないんですよこれいいですかでその代わりここのところ見たらこの社会科学っていうところに出てくるところまあこれ 時事ネタとかですよ。がめちゃくちゃ出るんですよ。時事ネタとかめちゃくちゃ出るんですよ。そしたら、正直、出ない科目のところ皆さん今勉強したくないでしょでも出ないかどうかってわかんないわけでしょそう、こうやって、例えば中部北陸の校とかやったら、いずれじゃあ日本史とか世界史とかもしっかりやるんだな、どのレベルだろうとかっていうのを戦略を今後考えていくけど、いや、俺、神戸、私、京都とかっていうふうな校とかに関してとかだったら、え出ないよ、と。 日本史、世界史、地理、出ませんよ。一問も。一問出るんやったら頑張るけど、一問も出ないんですよ。だったらやるやらないっすよね。っていうような形が、まだわかんないじゃないですか。わかんないから、受験先どうするかわかんないから、だから先に、絶対出るかもからやろうぜって話なんですよ。絶対出るかもからやろうと。はい。ちなみに国家公務員もそう。ちょっとページ戻すんですけど、はい。国家公務員だって、見えるかな、これ。 ここね。国家公務員だって、はい。物理、科学、生物、地学から、全、4科目から3点しか出ない。はい。日本史、文学、芸術1点。世界史1点。地理1点。え、ウェイト低いよなってなるやんか。そう。ウェイトが低い科目からいきなりやる。ね。しかも、例えば、さっきも言ってましたけども、例えば、神戸とか、京都受けようと思ってる人。 国家公務員を併願するっていうふうな場合のところで、日本史とか世界史とか地理とか理系科目も1点ずつぐらいしか出ないし、えー、しかも、あの、京都市とか京都府とか神戸市受けるんやったら、日本世界史、地理とか受験先で出ないわけや。じゃあやるそこからやっても仕方ないよね。だから先に最優先の科目を優先的に立てて、段階的にやっていかなきゃいけないわけ。いいですかで、しかも、押さえといて、もうこれ、あの、あえて映さずに言いますけども、実は、この、 日本史とか世界史とか地理とか理系科目とかっていうのも公務員試験は就職試験なんで時事ネタがめちゃくちゃ絡みます。これ頭に入れといてね。時事ネタがめちゃくちゃ絡みます。だから本当にあなたたちのことを考えて本当に勉強のところを教えていく環境っていう形になるのであればこの話のところとかは時事ネタが絡むことは想定しているはずなので 例えば、5月とか6月のタイミングで、じゃあ日本史やろうとか世界史やろうとかには、なかなかなりにくいはずなんですよ。なんでかいいよね。だって時事ネタが絡むんだもん。でしょ時事ネタが絡むんだったら、ね、しかも今のこの情勢のところもあるじゃないですか。こういう風うな形のとこも踏まえて、じゃあ歴史的な話とかも含めて、絡めて試験に出てくるのよ。環境の問題も含めて出してくるのよ。そしたらそれって、今正直どうなるかわからんやん、まだ。 その状況の中で、じゃあ、時事ネタからも科目を勉強しても、分かんないんですよ。どう出てくるかなんて。はい。だったら、ある程度、落ち着いてきてくることを祈りますけども、例えば、秋とか、ぐらいのところで1年の、ニュースのとこが、だいたいちょっと、えー、こんな1年だったよねっていうのが、だんだん見えてくるじゃないですか。秋ぐらいで九9月、10月とか。そのぐらいから、例えば、この一点とかの科目をやっていきましょう。浅く、広く、みたいな形でやった方が合理的じゃないですか。 ね、そういう風うにメリハリをつけていかなきゃいけない。で、そのメリハリをつけるための第一ポイントとして言ってた数的処理と文章理解、それから法律と経済の科目のところを最優先でまずはやっていきましょうなんです。でだからよくよく考えたら公務員試験の勉強って用意ドンで始めるときの科目ってみんな一緒なんですよ。数的処理と文章理解、それから法律と経済、これをやるんです。そしたらそれを、例えば、 もう、えー、今の状況の中で、もう2月から始めてる人とか1月から始めてる人ももういますよ。それは正直言いますよ。3月のどこから始めた人もいるでしょうね。で、例えば、今この動画を見てるタイミングで、よし、もうやるぞって決めても、始めてる人もいるかもしれませんよね。はい。その状況の人もみんなやること,と一緒なので、スタートが早い方が、その主要な科目、あの勉強時間が確保できるってことには変わらないんですよ。だから、早く始めた方がこういうのはいいんです。ね。そういうのを対策していく中で、しかも、 この公務員試験っていうのは過去問をやっぱり重視していくのはもともとそうなんですが、ただ抑えておいてほしいのは過去問が重視される試験ではあるけれども、時事によって出し方がちょっと変わるので、その傾向の最新情報っていうのを手に入れることが絶対必要。やし、法律に関しても、はい。実はあの聞いたことある人いません ?2020 年の4月から、 民法という科目。さっきの、えー、主要科目の中の法律の一つ。民法という科目が120年ぶりぐらいの大改正が行われたんですね。はい。120年ぶりぐらいの大改正が行われたので、どういうふうに試験が出てくるかっていうのを過去問やってるだけでは分かんなくなっちゃったんですよ。過去問やってるだけじゃちょっと微妙なんですよ。だからこそ新しい情報を手に入れるために積極的に動かなきゃいけないんです。 よろしいですかねだからそういう風な形で受かるためにっていうか今の時事ネタっていうのはやっぱり新しいトレンドが入ってくるのでそれを手に入れるために動かなきゃいけないよって話なんです。で、自分に合ってるかどうかも含めてそういうのをじゃあいろんな予備校があるよねって形で見ていってもらうのも一つだと思うし問題集買ってくるもよしやしいろんな形でもどんどんどん,どん情報発信のところを手に入れていくことが必要だと思っておいてください。はい。で、大体公務員試験のまあボーダーラインとして私は 基本的にネガビビリなんでこんな偉そうなこと言ってますけど、ネガビビリなんで、ちょっと高めに言います。一応、教養試験が6割。数的処理とか文章理解の試験が6割。で、専門試験のところが7割。これをイメージしてもらったらいいかなというふうに思ってます。もっとそれより実はボーダー下がるんですよ。ボーダーそれより下がるんですけど、私ギリギリ嫌いなんですよ、ビビリなんで。ギリギリ嫌いなんで、合格ラインよりも上。合格ラインを上の目標を立ててください。 ね、そこで仮に合格目標にた、あの、まあ、目標値に達しなかったとしても合格ラインはクリアしてるよと。あ、ちょっとミスがあったけど、あ、ちゃんと目標高く設定してたから合格したよね。っていう風になっていけるように、ね、えー、お話をさせていただいているわけです。ね、その勉強の対策、どのぐらいのタイミングでやるかっていうのは、やっぱり個別にしっかりとやっていく必要がある。ね、よく私のところでこの後面接の話もしますが、こういう勉強のところとかに関してっていうのは、もうどん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 、 え、やっぱり質問とかもできるっていうことが必要になってくると思います。ね。えー、それがないとうまくいかない。だからあの、授業のところで、こんなことわかんないんですかみたいな人いるじゃないですか。あのー、なんでそんな高圧的なのと。えー、ね、なんでそんな偉そうなんですかみたいな人いるじゃないですか。えー、やっても知らないですよ。だって、わからないから予備校を使おうかなと思ってるのに、なんでわかんないんだって、何の問答ですかって話ですよね。あの、ハテナがつくわけですよ。いや、わかんないから来てんだけどなって話ですよね。 そう。そんな、あの、偉そうなことを言う人とかに教えてもらっても、わかんないのもわかんないんですよ、それだったら。ね。そうならないようにしてください。自分は、受かるためにやるんで、こういう予備校っていうのは道具です。受かるための道具なんだから、自分の道具ちゃんと使いこなせるところにどんどんアクセスをしてほしいなっていうのがあります。で、実際よくこういうふうなの話をしてて分かったと思うんですけど、結構、 準備というか、あ、このタイミングで何をしなきゃいけないっていうことを結構作戦を立ててやった方が効率的なんですよ。どのタイミングでこうやって試験科目こうだからこれやろうね。いつぐらいまでに就職試験のところだから試験先考えようね。こういうフォローが必要になってきます。ね、いわゆるこの個別のフォローっていうのをやろうと思えば、はい、いくつか考えられるんですが、二つあって、一つはめっちゃ少人数で一人の先生をつけて個別っていう形をしっかりと押し出す。 これが一つのやり方です。もう一つ。いろんな、ええー、言うたら、まあ、例えば何百人単位とかでもいいです。いて、その代わり、そのフォローする先生のところが各教室に、やっぱり5人とか、ね、4人5人ですかね、ぐらい配置して、えー、フォローに当たるとか。 あそういうようなイメージを持ってください。だって皆さん、小学校、中学校とかに関しても、各クラス、まあ、例えば40人ぐらいですか ?40 人、42、5人な、45人とか、35人とか分かんないけど、ぐらいじゃないですか。そしたら、イメージ、それを考えて、個別にフォローするっていうふうな形とか、面倒見をよくちゃんと相手のことを考えて動いてくれるって、大体皆さん感覚的にそれあるじゃないですか。な、それを意識してほしいんですね。で、少人数で個別でいくのか、それとも、大人数でも、その、いろんな先生がいっぱい入っているか。 だから、基本的に大変になってくるのは、個別にいっぱい皆さんのことをフォローしますよ。その代わり、生徒さんが例えば400人いるけど、先生が1人なんですよね。フォローに当たれる先生は、アウトですよね。それはできない。という形になってくるので、ちゃんとそういうのを調べて、自分の中で、えどうしていくかっていうのを考えてください。よろしいですかね。はい。で、えー、実際、ここのところが筆記でした。じゃあ最後、もう時間もあんまりないかもしれないけど、面接の話のところを行きます。 はい。面接です。で、私はさっき面接のところに話をしている中で、よいしょ。失礼。はい。こういうふうに言ってましたよね。面接の倍率が3から10だっつって。3から10だと。はい。この3から10倍っていうふうな形がある中で、はい。どうやっていったらいいんですかって話のところを最後ちょっとメモだけさせていただこうと思ってます。 で、この3から10倍の面接のところとかになってくるときに、はい。やっぱり、大事なところっていうところに関しては、まあ皆さんに言うのはね、正直こうやってわざわざアクセスして見ていただいてるってことやから、ね、そこは、あの、心配しなくても皆さんはこれ、今から言うところ多分半分クリアしてますよ。情報戦です。 民間も含めた公務員も含めて面接を突破する人ってやっぱ情報戦のところをしっかりとやってます。で、その情報戦も、まあ何がダメっていう言い方はしないですけど、まあ本当は言いたいこといっぱいありますけども、そこは、あの、個別でまたお話しさせてもらえる機会があればね、あの、お電話とかでもさせてもらえればいいですけども、はい、大事なのは、 はい。説明会パンフをちゃんと見てほしいんです。ね。で、よいしょ。説明会パンフレットを見てほしいっていうふうに言ってますけども、何かネットの情報だけとかってあるじゃないですか。まあ、例えば役所のところとかのネットの情報だけ。じゃあ、はっきり言って、それって本当に正しいはい。 いいですかこれ実は、あの、ネットに関する情報のとこだけだと、いろんな人が匿名で書いてたりすることも多々あるわけですから、本当なのかどうなのかがわからない情報なんていっぱいあるんです。ねやっぱり今、その、情報の取捨選択ってすごい大事になってきてるじゃないですか。これはもう昨今の情勢とかからも出てきてて、なんか、まあいわゆるフェイクニュース、デマのニュースが流れたりとかもするじゃないですか。で、何が正しいかを自分で見極めるってすげえ大変なんですよ。すごい大変でしょ、これって。 で、それがあるので、すごい大変な状況がやっぱどうしても出てきちゃうので、どうしても出てきてしまうのでね。だから、今の話のところとかで、本当の情報、説明会、パンフレットで役所が言っているところをしっかりと手に入れてほしいんです。よろしいですかね。それをしっかりやっていかないと、うまくいかないですよ。ね、だから、あの、そういうふうな積極的な情報のところの提供も。実際あの、 レックのところとかに関してで、あの、この資料の請求とかしていただいた方とかに関しても、あの、レックで、あの、関西のところとかで応援ブログっていうふうな形を情報発信とかもしてるので、えー、まあ、また検索でかけていただいたら出てきます。レック関西公、えー、まあ、レック関西公務員とかって入れるとそのブログが出てきます。いろいろ検索のサイトでヒクとすると思います。そしたらそこのところを見てもらったら情報発信という形をしているので、そういうのを見て、情報、あ,あ、ここの説明会あるんだなとか。 どん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 ね、えー、情報は手に入れてってほしいです。はい。で、その手に入れる情報とかの中で、実際、気をつけてほしいのが、まあいっぱい喋りすぎてもね、まあもっといっぱい喋りたいこといっぱいあるんですよ。公務員試験のとこなんて。えー、いろんな戦略がやっぱありますから。で、なったときに、ただ気をつけてほしいのが、説明会でね、この求める人物像っていうところが出てくるんで、 そういうのもちゃんと見てほしいんです。でね、気をつけてほしいのは、これ、まあ、罰あんまつけるのもあれだけど、一回罰つけるよ。はい。すり寄るのはやめて。求める人物像にすり寄るのはやめて。はい。例えば、ここのところの、え、部分のところで、例えば、ああ、なんだろうな、行動力っていうのがあったとしようか。例えばね、行動力っていうのがあったと。ね、 皆さんが、どうしてもその行動力っていうことが、まあ実は求める人物とって役所って3つも4つも出してくれてるんだけどね。4つのうちの1つが行動力だとするよな。その行動力が自分はちょっと苦手だったとするよな、皆さんが。そしたら、はい。皆さん勉強するとか面接の対策するときに、行動力っていうのを作らなきゃいけない。どうしようないな。悪魔の囁きが聞こえるわけです。作っちゃえよ、嘘でいいから。って言われたりするんですよ。はい。これアウトですよ。 あの、面接官正直舐めちゃダメですよ。そんなの5分もありゃすぐバレるからね。ねあともっと言うと、なんで面接がなんで2回も3回も個別面接なんて実はあるんですけど、やるか。面接が1回で終わらず2回も3回もやるのは嘘ついてる可能性があるのは向こう役所だって分かってるから、はい。実は嘘つくとその場の取り繕いで喋るんですね。そしたら、その場が取り繕えばいいから適当なこと言っちゃうんですよ。で、役所は全部メモしてるんですよ。 ほんなら、次の、え、1ヶ月後のもう1回の面接のところで、同じような質問した時に、本当に流れがちゃんと合ってるかどうかとかを確認すれば、あ、全部嘘だったよねってバレるわけですよ。ね。そういうのをちゃんとしてるから、あの、その場のノリで何とかやれっていう形のところはダメですよ。ね。そういうのはやっちゃいけない。え、ね、むしろ、皆さんはいろんな調所をこれから分析したら出てきます。ないっていう人もいるかもしれないけど、あるんですよ。心配しなくても。 ね。それを、じゃあ、自分一人で発見できないから、じゃあ予備校をちゃんと使いましょうってなればいいだけの話。ね。そうなった時に、どの長所を使えば、あなたは一番響くのかを考えればいいよね。なんで皆さんが、行動力っていう武器持ってるのに、あえて別の武器で勝負したら、響かなかったら怖いやん。ね。どの武器を使うか考えるために、こういう求める人物像っていうのを考えてみてって話。はい。次。はい。 次は、はい。エピソードプラス特徴ですよね。はい。エピソードプラス特徴。はい。このエピソードプラス特徴を考えるときに、はい。これもやっちゃいけない。はい。エピソード比べっていうのはやっちゃダメです。はい。よく言われるのが、先生、僕、ちょっとバイトとサークルしかやってなかったんですよ。 ダメですかゼミもそんなにあった覚えがなくて、っていう風にこれ質問する人めちゃくちゃ多いんですよ。で、じゃあ一応確認。ほんなら、バイトとサークルってなんでダメなんいや、頑張ったいや、めっちゃ頑張ってたんですけど、それしかなくて、じゃあいいやん。バイトとサークルが頑張ったんだったら。ね、そこの中からどう頑張ったかとかであなたの売りを出していこうよって考えればいいし。逆に、たまにいるのが、いやー、ね、 ま、僕、留学行ったんで、大丈夫ですっていう、え、ことを言う人いるんですけど、私からするとごめんね。すごいあの、口悪いこと言うけど、なんで留学行ったら偉いんですか留学行ったら何のエピソードが作れるんですかじゃあ。って話です。ね、そこは実は間違ってます。そんなことを役所は聞いてるんじゃない。ね、どんなエピソードを経験したかじゃなく、そこであなたがどう動いたかです。どう動いたかです。よろしいですかどう動いたかが鍵なので、 そこのところに関してっていうのが、こっちです。まあフルで書くとあれなので、考えと行動っていうのが大事です。考えと行動。はい。これをあなたはどういう風うにやっていくかっていうのを見ていかなきゃいけない。そして最後。一回。あ、最後って言ったけど、この考えと行動ってあなたはこれからエピソードを作るんですよ。 ね。ここのところのエピソードをどうやって作ったらいいんだ何が必要なんだろうそう。それが分からなければどうやったらいいですかって聞けばいいだけの話じゃないですか。そう。電話とかでもお問い合わせすることだってできるだろうし、ネットで相談することだってできるだろうし、あなたは何本でも動けるんですよ。ね。そこで今の話を聞いたら動いた方がいいなと思ったらもうそれでいいんです。ね。で、最後。じゃあ今度。伝えるって話だよね。伝えるって話だ。じゃあこの伝えるっていう話になったときに、 伝えるって話になった時に、はい。エントリーシートっていうのと、質問っていうのと、答えってがあって、皆さんは面接の時に何聞かれるか分かんないから不安だってよくおっしゃる人いるんだけど、これね、こちら、質問答え、質問答えってなるわけよ。質問答え、質問答えと。はい。そしたら、 この質問答えをやる前に大事なのはズバリこれ。はい、さっき言ってたね、出願書類ですよ。この出願書類っていうのがちゃんとできなければ、面接で何聞かれるかもわからないし、何を答えればいいかもわかんなくなる。そう、あなたはこのエントリーシートっていう風なところを出すときに、出した段階で面接で何聞かれるかが大体わかってくる。そうなったら、この面接のところって当然、 この1番2番で書いたものの、はい、1番2番で書いたものっていうところの、まあ、いわば集大成なわけ。そしたら、面接のところっていうのを、これ、エントリーシートっていうのを書くときに、はい、やっちゃいけないパターン。あの、レックっていうのはすごく面接強いっていうふうに言っていただいてます。はい、何かっていうと、申し訳ないけど、受験生の方が筆記しか一時のとこやらないから、こういうふうなことが言われるんですよ。 はい。申し訳ないけどね。まあ、他にもいっぱい要素あるんだけど、一つとして、じゃあ、面接というのは分析したり、エピソードを作ったりとかした上でカードに書くのに、あるタイミングで、じゃあ今からカードを書こうかって言ったら書けるわけないんですよ。ねよくそういう風うなとこで、なんで書けないんだっていう人たまにいるんだけど、指導者で。それは、いや、あなたが悪いけど、生徒に準備させてない方が悪いんだよって話なんですよ。ね。それは悪いけど、指導者が悪いんです。 いいですかだからあなたはそういうふうな状況になった時どうしようっていうふうな話になるからそうならないようにするために早めに何をどうしたらいいかっていう相談から始めていく必要があるんですよ。いいですか間違ってもエピソードとか持ってない不安だっていう人が勉強だけで乗り越えようとして例えば夏休み勉強だけ自習室こもんなさいとかって昔やって言ってる人いたけどそんなことしてみな。 エピソード全くないまま本試験突入したら面接なんて受かるわけないじゃないですか。ネタがないんだったら。ね。ないなら作りゃいいやん。じゃあ作るための期間っていつ取ったらいいんだそう、それも作戦ですよね。そういうのを一緒に考えていくのが予備校なんですよ。ね。それを私たちのところとかに来ていただけないと私たちはもう実際じっくり相談します。ね。そういうふうなエピソードとかを皆さんどういうふうにやっていくか、どうやって喋っていくか一緒に考えましょう。ね。 実際この面接対策はその準備期間のところとかをやりつつ、準備をより一層丁寧にしたければ、個別指導的な形。はい、個別指導的なところを見ていただいたらいいです。個別指導的なところ。一方で、いや、模擬試験的にバンバンいろんなところで面接で準備もちゃんとやるけど、喋りもしっかりしたいっていう形だったら、実践形式のところとかの、模擬面接のところの回数が質も高いし、回数も多いところを考えればいい。実際、うちらレックのところとかのグループで言えば、 個別指導的に少人数でやっていくところは後でお話しますが、愛というところが、ええー、あります。愛関西というところのページのところで私たち、ええー、提供しています。もう一個、レックというブランドのところで、えー、実際実践、模擬面接でのを実践形式のところで、元面接官、定年退職とかされた元面接官の人とかと、えー、回数無制限で、ずっと、もう、ええー、模擬面接をできるっていうシステムのところがお好みの方は、レックというところを使っていただいてもいいと思うんですね。 はい。いろんな形でそうやって面接対策とかを重視していく。で、ただ、あくまで重要視するのは、そういう喋りとか、うんぬんもめちゃくちゃ大事ですけど、このエントリーシートっていう対策のところが一番大事だよと。ね。その対策のために、どう動くかが鍵だと思ってください。ね。少なくとも、皆さん、あの、やっちゃいけないところっていうと、あれですけども、この面接のところとかで、回数だけって考えないでね。 いいですか大事なのは回数じゃないよ、模擬面接。はい。ここの、例えば、ええー、まあこれ質って書いてるから、質。時間。フィードバック。このあたりが面接は大事だからね。皆さんが喋った後、その面接官は誰があのしてたのか。例えば、 申し訳ないけど何も知らない事務局の人がとりあえず相手になりましたってのと、元面接官が模擬面接やってくれて全然レベルが違いますよ。一回で全然違う。で、あと時間。これもちゃんと面接の時間に合わせてくれてるかどうか。あと、ここだよね。フィードバックのところがもう5分、10分しかやってくれないってこれお話にならないですよ。だって対策になるわけないやん。喋るだけ喋って満足してるんだったら、そんなのやる必要ないですよ。だって家で鏡の前でやった方がいいですから、それだったら。 ね。このフィードバックとか。ね、皆さんはそういうのも含めて対策をしっかりとやっていく。はい。実際、今のところ、レックのところとかだったら、元面接官の人に、え、1回20分の面接、フィードバック30分、計50分間、えー、しっかりとその辺のところはやっていきます。はい。で、そういうふうな形の対策とかをしっかりしたい方は、ぜひ、うちのところにも来ていただければな、なんていうふうに思っています。 で、えー、今のところでちょっと長くなっちゃいましたけども、じゃあ、個別にちょっと相談行ってみたいなってもし思っていただいた方がちょっとでもおられるんであれば、はい。えっ、ー、と、最後になるんですけども、ちょっとこちらのとこ、今皆さんこれ見ていただいているサイトに関連するとこだと思うんですけども、ちょっとこちらをご覧いただこうかなと思います。はい。こちらですね。はい。えっ、ー、と、実際こちらのところを見ていただいて、今皆さん、えー、とっと、ずっと、 ごめんね、ここですね。えー、キャリアナビというところのところで見ていただいて、説明会のところ今動画見ていただいてるのかなと思うんですけど、こっから下に降りていただいたら、えー、選挙に行かなくてもっていうところのスクール一覧っていうのが多分出てくると思うんですね。スクール一覧っていうのが出てくると思います。で、ここのところでスクール一覧っていうところをクリックしていただくと、えー、こういうふうな形でスクール一覧のページが出てきます。で、そっから、あー、ずーっとスクロールしてってもらうと、えー、レック東京リーガルマインド。 え、というところと、あと、愛関西というところが出てきます。えー、この二つがあ、いわゆる我々のブランドのところになります。で、えー、ここのところで、レックというところと愛というところで、こうやって本校がありますので、えー、ここのところとかでクリックしていただくと、えー、こちらのところに出ていますが、お電話もしくはオンラインでの相談。えー、オンラインでの、要するに、えー まあ、インターネットのところとかでの、えー、メールでの相談であるとか、電話での相談とかっていうのを予約させていただいて、お電話とかで対応させていただいて、相談とかを載せさせていただくということはしてます。で、えー、プラス、やっぱそこのところで、えー、まあ、そうですね。実際あの、パンフレット送ってくれとか。あと私がちょっとさっき言ってましたけども、 はい。こちらの総合ガイドってやつですね。総合ガイドっていうのもちょっと資料として欲しいんですよ。全然おっしゃっていただいたら、あの、お送りさせていただくこともできますから、ね。そういうので、実際、あの、チェックしていただいて、えー、取り組んでいただければと思っています。ね。皆さんこうやって動画を見ていただいて、どんどんとね、やっぱりアクセスして、えー、情報にアクセスして、やっぱり情報収集して、進んでいくことが鍵です。 ね、えー、でも、だって、うんぬんっていうふうに言ってるんじゃなくて、早く動いていかないと、えー、どん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 時間だけは過ぎていきます。ね、時間は悪いけど、待ってくれないんですよ。ね、世の中が止まってても時間だけは過ぎていくっていうのが、まあ、やば世の中ですよ。そしたら、家にいるっていうことは大事です。絶対いた方がいいです。自粛はすべきだと思います。ただ、家にいて何もしないのか、家にいて情報収集するのか、そして何かを動き出すのか、 ね、えー、こういう情報化ですから、こうやって情報を見たりすることはできるわけで、それでどんどん動いていくことはあなたにはできるはずです。ね、それをちゃんと取り組んでいただくことが今後の鍵だと思って、ね、えー、まあいっぱいアクセスはしていただければ、あ、情報にね、アクセスしていただければと思ってます。よいしょ。 はい。で、すみません。ちょっと、改めてですけども、えー、この上の方のレックというところに関してと愛のところ、愛の方がどちらかというと個別的に、えー、まあ対策をしていく。えー、少人数で、えー、まあ、個別指導みたいな形のところをやっていく公務員対策です。でえー、レックというところに関してっていうのが、あの、全体のところで、大人数で担任という講師。 が、えー、複数にいるっていうスタイルでやらせてもらうと、えー。この2ブランドあるので、えー、どちらでも、えー、聞いていただいて、見ていただければと思っています。はい、えー。私の方とかに関してとかも、基本的には梅田の方とかにいる人間なんですけども、いろいろとこうやって情報のところ見ていただいて、お電話とかでご相談させていただくことも全然できますから、遠慮なくね、またおっしゃっていただければな、なんていうふうに思っています。 しいで、しょうかで、えー、この、生協さんとかを通じて、えー、手続きいただいた方が、えー、値段的にもそうですし、情報収集の面でもお安くなってたりとか、これするところなので、ぜひね、あの、お手続きとかされる際は、生協さんの、こちらのところを経由しながら、あー取り組んでいただいて、えー お値段的にも、もう今はそんなに大きく負担は取れないと思いますから、なるべくこういうふうな形で、えー、割引とかかかっている部分は全然使ってください。ね。あの実際あの、お電話とかオンラインとかで、えー、ご連絡いただいて相談させていただいたら、あの、クオカード5月末までとかで差し上げられたりとかっていうのいろいろなキャンペーンとかもやってるところですので、また遠慮なくね、あの、おっしゃっていただければなと思ってます。 はい。実際、あの、レックのところとかで、各本校のところ、愛のところ、各本校で、えー、お電話での相談とお待ちしておりますので、ね、今のこの状況の中で、やっぱり、一歩一歩動かしていく、えー、動き出して情報収集して取り組んでいくっていうのは、あなたが決断して、よし、動くぞってやって初めて動けるものです。ね、えー、世の中は止まってるかもしれないけど、あなたはじゃあ頑張って、新しい道に進んでいくぞっていうことはできると思いますので、ぜひ、頑張って考えてみてください。 よろしいでしょうか。それでは、あ以上をもちまして、えー、今回のちょっと長時間にわたって皆さん疲れてたと思いますけども、はい、えー、説明という形は終了させてください。えー、これ以上の、えー、レックの、えーまあ、コースとか、そういうふうな形のところがご興味ある方に関してはぜひ、えー、言っていただければ、パンフレットとかもお送りさせていただくし。で、実際もレックで考えているっていう方に関しては、スペシャルコースとか、スーパースペシャルコースというところがおすすめです。 それを見ていただいてわからない場合もまたお電話等で言っていただければなと思っています。ではあ、以上をもちまして、今回の説明は終了とさせていただきたいと思います。では皆さん、えー、ご清聴ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。えー、応援しております。では、あ直接お会いできることを、えー、いつか楽しみに、えー、私ら方も説明しておきますので、皆さんも頑張ってください。では、終わります。お疲れ様でした。